東京ステーションホテル、東京ステーションホテル、東京ステーションホテル、東京ステーションホテルは、東京駅丸の内側駅舎で営業しているホテル。ホテル部分の駅舎建物は、赤レンガ造りで、立つの金ゴの設計。1915年、大正4年完成、創業。現在は、民営で、メトロポリタンホテルズと、 同じく JR 東日本ホテルズ、JR 東日本ホテルチェーンに属している。東京駅の駅舎は1914年、大正3年12月20日に、東海道本線の起点として開業した。東京ステーションホテルは、ホテル設置の是非をめぐって議論があったことから工事が遅れ、翌1915年、大正4年11月2日に開業した。当初は、 月地西洋圏に営業が委託された。関東大震災で西洋圏の月地の店が消失し、経営が悪化したため、ステーションホテルのサービス体制も悪化し問題になったことから、1933年、昭和8年10月末日限りで西洋圏への委託解除となった。その後、鉄道省自らが手こ入れを行い、同年十二月十七日に東京鉄道ホテルとして、 再開業した。建設時は3階建てで、ドーム状の屋根があったが、1945年5月25日に、連合国軍のボーイング B-29 爆撃機による、焼夷弾爆撃により、炎上、屋根部分が破壊された。一時的に仮設のベッドなどを入れて営業した時期も、あった。大戦後、丸の内駅舎の修復工事が行われ、 ドーム部分は八角形の屋根に吹き替えられ、建物本体も2階建てとなった。これによりホテルは3階部分の客室を失ったが、ドーム部分のみ3階客室が残された。GHQ の移行で国鉄によるホテル直営が認められなかったため、日本交通公社に委託して運営を再開する方向を取った。ところが、 日本交通公社に対する国鉄乗車券の発券手数料の支払いに関して GHQ が削減を要求したため日本交通公社の経営問題が発生しホテル経営どころではなくなったことから1950年に運営会社として日本ホテル株式会社が設立されたまたホテルの名前も東京ステーションホテルに再び戻されることになった 日本ホテルは長らく東京ステーションホテルのみを運営する会社であったが、1998年にホテルメッツ津田沼、2002年にホテルメッツ鎌倉大船も運営するようになった。2005年4月に JR 東日本系列のホテル運営会社3社、日本ホテル、ホテルメトロポリタン、ホテルエドモントが合併し、経営所有は日本ホテル株式会社。 存続会社のホテルメトロポリタンを称号皿となっている。また、運営会社は分離され、東京ステーションホテル運営会社は、株式会社東京ステーションホテルとなったが、2007年4月、日本ホテル株式会社が、株式会社東京ステーションホテル他2社のホテル運営主会社を、九州合併し、ホテル所有と運営が一本化された。年、このホテルを含む、 赤レンガ駅舎は重要文化財に指定された。なお、当該建物は当初2011年度末完成予定にて、東京駅開業当初の姿への保存復元及び耐震補強工事が行われることとなり、これに伴いホテルは2006年3月31日に営業休止され、諸事情による工期の遅れにより、2012年10月1日に保存復元工事完成を受け、 10月3日に、同所にて営業を再開した。東京駅改装後に営業を再開した、東京ステーションホテルは、休館前に58室だった客室が150室と、増え、ラグジュアリーホテルとして、室も大きく向上した。改装された丸の内駅舎4万3000、平方メートルの内ホテルは2万800、平方メートルと丸の内駅舎の半分近くを占め、 駅舎の3階部分の大半と4階の一部は、ほとんどがホテルの客室で、2階にも客室の一部、1階と地下にはホテル園会場が入っている。東京駅南北のドームの中心の空間を借り、囲むように客室が配置された、ドームサイドが28室、駅舎の丸の内側に面して並ぶパレスサイド81室、他にクラシックタイプ29室や室内2階建ての、 メゾネット7室、スイート4室、ロイヤルスイート1室の合計150室。2012年時点では、最も宿泊料の高い部屋である、ロイヤルスイートは173平方メートルで1泊80万8500円。メインのパレスサイドは26から58平方メートルで3万5805から7万6230円。 最安値でも23平方メートルのクラシックタイプで3万30円。消費税サービス料込み、宿泊税別。両院店は、計10店。メインダイニングは、ブランルージュ70席個室3室、計26席。タティラウンジバーカフェバーのホテル直営が計4店。寿司店や日本料理、焼き鳥店、中国料理、イタリア料理、喫茶などテナントが6店である。 宴会場は3室で、同じグレードを、規模のホテルと比べると、宴会部門の比率は少ない。売上構成では、宿泊部門が50%と多く、両院店直営部門が20%、テナント収入が10%、宴会部門が20%となっている。宴会場が少ないため同業他社で、多い婚礼需要は多くはないが、東京駅内という立地の良さから、 法人需要や同窓会需要が多い。ホテル従業員は約165人と同じグレードを同規模の他ホテルと比べると半分程度の少人数で運営している。しかし当初の予想以上の開業効果があり、従業員数については少なすぎるとしてグループホテルからの支援を受けており、増員の可能性を総支配人は話している。2016年には アメリカの経済誌フォーブスが発表するトラベルガイドで4つ星を獲得している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。